おはようございます。6月16日19日目夏のおっさんアンギャの気持ちですね。滋賀県のみんなが琵琶湖を大切にしていることを県外のみんなに伝えに行くという、指名を打ち出した安野おっさん、昨日ちょっと転倒しだったけれども、どうですか調子は。あ、なんかいけそうっていう感じですけれども、今日はねちょっと天候が雨が降りそうだけれども、行けるところまで行きたいという、安野おっさんの、気持ちに沿って、できるところまで頑張っていきたいと思います。今日はちょっと昨日こけたから準備運動なしていきましょう。はい、はい、じゃあ今日、伴走はタックル君。